いや新コレクション来ないんかーい。いや先日投稿した動画でですね、2024年にパテックフィリップに新コレクションが来るぞって吠えたんですけれども、今回来なかったですね。まあまたどこかのタイミングで発表があるんじゃないかと思いますので、気長に待ちたいとは思いますけれども、本当に今年発表あるんですよね。はい、というわけでパテックフィリップの新作紹介なんですけれども、まずピックアップしたいのはワールドタイム5330ですね。まあ一言だけ言わせてもらえるのであれば、欲しい。いやー、ワールドタイムが軒並み廃盤になったのでどうなるのかなと思っていたんですが、新作がちゃんと来ましたね。これは去年のウォッチアートグランドエキシビションで発表された限定モデルの通常版になりますが、大きな特徴としてはワールドタイム機能に日付表示が加わっていることでしょうか。私は世界を股にかけてみたいなことがないからあんまり実感がないんですが、このローカルデートがあるとすごく便利なんじゃないかなと想像します。まあただこの機能を加えるために透明なガラス製の針が使われていたり、あとは結構表示がぐちゃぐちゃしていたりして、そのあたりはトレードオフ的なことを思ってしまいます。あとはデザインのところで言うと、2019年に発表された限定モデル 6007A に似たものになっていますね。 6007A は結構好きだったので、この色味といい、ダイヤルセンターの模様といい、刺さりますね。色味に関して欲を言えば、名作 5110P みたいに都市の部分が白かったらどうだろうみたいな妄想もついついしてしまいます。全体的には針もクロノグラフ機能がついている5930と同じようなものになっていますし、ストラップもデニム風でドレス的な要素の強いワールドタイムにスポーツ、カジュアル要素を入れ込んでいて、今風のバランスの取れたものに仕上がってるなという印象です。まあいろいろ言うてますけどもやね、定価が1155万円、買えるわけねえ。そもそもパテックが買えるつてなんてねえ。というわけで、まあそういう負け犬がワンワン吠えているなぐらいの感じで聞いてもらえたらと思います。はい。でですね、その他の新作の話ですけれども、今のワールドタイムもそうなんですが、今回ブルーグレーのモデルがいくつか出ていましたよね。ワールドタイムの他にはノーチラスとアクアノートですか。去年ジャガールクルトがレベルソのクロノグラフ出しましたけど、あれもダイヤルがブルーグレーでしたよね。去年も思いましたけど、この色好き。ネイビーよりも明るめなんですけど、グレー要素もあるので落ち着いていていい色ですよね。トラベルタイムモデルのアクアノート、これはベルトの色も同じブルーグレーになっているんですが、時計全体で非常にまとまっている印象で、この色のアクアノート素敵ですね。ノーチラスの方もクロノグラフにデニム柄のストラップを合わせていますね。ノーチラス自体がスポーティーなモデルですが、そこにカジュアルな要素も加わっていて、なんとなくリッチな男性が休日にさらっとつけている姿を想像してしまいます。めちゃくちゃかっこよくないですか。割とガチでこの色をもっとシンプルなモデルにも展開してほしいなと思いましたね。はい。まあ他にもいくつか新作モデルありますけれども、あれですね、憧れってはるかに遠くて、遠すぎると興味が湧かなくなるのか、その他のものはうんって感じです。はい。というわけでパテックフィリップの新作に触れてみましたけれども、とにかくですね、新コレクションの発表がなかったことが残念でしたね。ひたすらそれを待つっていう仕事を進めていきたいと思います。はい。それでは今日はこの辺で、もう少し新作動画を作りたいと思いますので、そちらもよろしくお願いします。ではみんな、あったかくして寝ろよー。